全力で戦いましょう。幸福しかありません。南戦北馬という言葉もあります。水上なら私たちの方が有利に戦えるはずです。リクソン、アザナワ白玄、五軍の四聖と呼ばれる名門リク家の出身。炎術の時代に没落した家を再興するため孫権に仕官した。だが今孫吾は曹操軍の到来に揺れている。リクソンは孫吾の軍にあってその行く末を見定めようとしていた。ですが問題は数ですね。大軍に対する手立てがあればいいのですが。殿。何が主周遊殿は秘策を得たのでしょう。あの諸葛亮という方とともに。気になりますが聞くわけにはいきませんね。陸白玄、戦場にて学ばせていただきます。全力でいきます。これでどうです。覚悟してください。揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で、またお待ちしてます。
いらっしゃい。毎度どうも。孫賢殿、曹操との決戦はそこまで迫っている。しっかりして周遊様、このお薬を使えばきっと元気になるから。ありがとう少将、少し体が楽になった。一撃はお前の急所を貫いた。これ以上の抵抗は苦痛を長引かせるだけだ。私はまだ終われぬ。そのためにも、孫悟のためにも。
猛将を叩くのだ。さあ参ろうぞ。行きます。救援が来たよ。これで足で、ここから勝機をつかまねば。を侮っていたか。こちらの優勢をみずみず覆されてしまった。この一戦が孫悟の未来を決めるのだ。たとえこの身がどうなろう、戦い抜く。こんなところで負けられませんからね。よくやった。素晴らしい働きだ。我が務め、何人であろうとこの盾は貫けぬと知れ。自分には支えてくれる同胞がいる。ならばそう思考、今こそ不動の盾とならん。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。覚悟してください。はい、よせ。へい。守りきれぬとは、自分を破るとは、ほんと荒々しき誇り。研修を得た。これで孫悟の飛躍もかな。私、なすべきこと。シュウユ様大丈夫？ねえ、シュウユ様、しっかりして！いかん、早く手当てしなければ。急ぎシュウユ殿を本陣までお連れしろ。シュウユ殿。ロシク、慶州の状況。
周囲。あの今全軍に命ずる。これより孫悟にあだなす敵劉備を撃つ。よし、我々はこの地の防備につく。敵は全てここで防ぐ覚悟で臨むぞ。この地の防備につく。敵は全てここで防ぐ覚悟で臨むぞ。全力をもってここを死守するのだ。周黄巾が相手となろう。覚悟、今です。ヒエンゴーハザイ、覚悟してください。来れば玄徳様、こっちよ。諸子殿、すまて、様、共に参ろう。を逃がしてしまうとは。アナブーン、ここに尽きるか。
この戦いに敗れれば曹操だけでなく劉備軍にも遅れを取ることになります。孫悟の明日のため是が非でも勝たなければなりませんね。前線の奮闘により我が軍が優勢だ。このまま曹操らを追い返すぞ。前線は維持に必要な編成のみを残せ。余剰の兵を合皮へ戻すのだ。もう政権は長々の戦上手宝刀孫権に貢献を得たではないか。殿、安心している場合ではありませんぞ。ここは私と巨著殿で敵を迎撃しましょう。トヨウ孫子様、ごめんね。俺は腹減っちまって、もう戦えねえだ。見事な武器、感服つかまつった。いずれまた戦場で相まみえん。この状況で手フ患者の知らせでは合皮城の首相は長領だそうです。油断はできませんね。殿、リクソンの希望は
呉に勝利をもたらした。だが孫権は合肥新城を奪わずに撤退を命じる。陸遜は主君の判断を受け入れた。そして堂々たる姿で全軍に帰還命令を出す。医療の頃は若さゆえ侮られることもあった。だが彼は実力と功績で周囲を納得させたのである。孫権の信頼厚き大都督陸遜。殿、時間です。うん。では勇士による崖飛び込み競技を始める。ではまず自分から序文橋行くぞ。さすが女性ども、獲物を狙う水鳥のごとくよ。次、鄭松園。赤き断崖を転がる岩尾とならん。何を隠そう、一番練習したのは俺だ。優勝は決まりだな。主技法の美技見ていてくれよ。皆それぞれに度胸も能力もあるようです。新しい水軍の指揮を任せる将として不足はないかと。いささか決め手に欠けるな。そうだ、陸遜、お前もどうだ。ね、私は別に。何を今さら言って。優勝だなんて。私も驚いています。無我夢中だったのですが。とっさの判断力と反射神経、やはり陸遜殿はただものではない。まさに軽やかに空を舞うツバメのごとくであった。ありがとうございます。できれば私が溺れたということは。どうぞご内密に。Ha ha 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 ha